はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。今回はね、最近結構僕割とまあ2桁順位とか1桁ぐらいでめちゃくちゃ対戦する動画撮れてたんですけど、このバトレックスに当たり続けて、全バトレックス基本的にこの方で、僕がねこの動画で使ってる方で、受け回しで破壊され尽くしたんで、僕がそのバトレックスをね使っていこうと思います。今度は僕が破壊する番ですね。で、この試合は、無限ダイナ軸の受けループに対してはバトレックスめちゃくちゃ強くて、番儀で基本的には受けてくるんだけど、そこをね、いじめれると。この試合で言えばね、フェローチェバドレックスって並べてゲームするのはいいかな。フェローチェバドレックスアット1みたいな感じで、全部破壊し尽くす展開にはなるけど、おそらくナットレイがまあまあきついから、ナットレイ入ってのはちょっと想定外だな。いやー、でもランドでいいかなー。ステロ巻きに行けるし。全対面操作できるっしょ。でも微妙だなー。ラッキーかと言ってあげてもしょうがないし、これだったらピクシーだな。ちなみにこの対戦相手の人、今6位から僕と当たってるね。なんか、あれだよね。めちゃくちゃさ、8月、まだ、この動画撮影してるの2日なんだけど、もうなんかレード1700いくつとかが、結構何人も出まくってて、このペースで行くと、あさってに2000行くけど、みたいなね。絶対行かないんだけど、行くけどっていう話なんですよね。で、こいつ多分、畑を持ってして、対策しようとしてるでしょ？タスキあんま気にしなくていいかな。一回インファレ突っ込んで、誰が出てくるかを。チェックしていいはずで、無限大な。こっからさ、僕がさ、これ、トリプルアクセルあったら、どうするんすか？ねえ、トリプルアクセルに、あれかな？ナットレ着地みたいな感じなんかな？そうするとナットレ畑をして、全部成立するか。それちょっと強いな。でもこれ多分マジフレは打てなくて、ベイビー1回押すか。PP 増やしてないから5回しか打てねえわ。ダイナに対して。どんぐらい入る？ちょっと厳しいか。ドクドク。ドクドクあるダイナってことは、いや、マジフレじゃなかったら楽かな。で、多分、ピクシーにこれ打点ない。さすがに、この方を、てかこれさ、トリプルアクセルで成立してないけどな、君その動き。相手ヤドラン入れてるからね。許します。ここはピクシー引きでいい。それは命中考えるとさ、霊媒になるのはわかるけどさ、どう考えても、成立しとらんくない？それは。再生。十中八九身代わりがあると思っていいから、ここ身代わりのターンなんだよね。僕、ここで、バドレックス投げます。毒毒をバドレックスでもらいたくないから、フェローチェにね、毒毒打ってくるのはちょっと想定外やったけど、むしろでも楽になったかな。で、こうトリック考えると、だるくて、火炎玉トリックなお見え見えだから、僕の構築、ウーラオス受かんなくて、このピクシーで間近で。絶対トリック基本的にはあるピクシーだから。ここ一回、マジフレかなんか挟んでくるんじゃないのっていう、マジフレはないな。身代わりだな、ここ多分。シンプルに。マジフレ。それはいいっすね、別に。それはそんなに、構わないかな。ドクドクケアで僕も身代わりを張らなきゃいけなくて。ここマジフレ。だったら僕トリックしたけど。無限大の焼けるしさ。これワンチャン身代わりない話悪くない？ちょっとその線あるぞ。ヒーター、ナットでしょ？多分。バンギー。ナット誰受けんだ？ナットの畑で何とかしようとしてんのかなと思ったから。と思ったけど、でも、バンギではさすがに、バドレックスに対しては。そういう風に決まってるからね。法律があります。で、
ここはまあ宿り打っていいね、僕。ここね、この方をね、バドレックスに当たり続けるんですよ。でこれで全てのバンギラスが、葬られると。ちょびちょび削られていくんだよね。どっかでステロ巻かれるのも結構きついし。僕は、ああ、砕き持ってる。はいはいはい。で、これもう、受け特化の HD のバンギだから、基本的に火力はないと思ってよくて。こっから。砂が鬱陶しいなぁ。バンギ視点はね、無限大な削れるからね、それ砂は砂でちょっと、厄介な話はあるんだよね。ここピクシー投げます。まあ、バドレックスあんまり回復させれてないんだけど、最後一貫作った時は上から動いていけるから、砕き入る。ピクシーのヒットポイントは余裕で確保できてるから問題なくて。で、これでトリックを相手に絶対通せると。この対面作ってからトリック打てば、無限大の身狩り恐れないし、バンギリトリック通るなら、残飯没収できて、結局そのバンギ崩すところで、詰めてくるっていう。まあ僕は、他の受け回し以外との対戦を考えて、僕が受け回しに若干なってるんだけど、普通に崩してくる人はまあカバルドンとかが入ってることが多いか。引いて、まあダイナかな？ナットも一回ありだけど。オッケー、ダイナのヘドロパクれた。これで僕ダイナ以外に着地した時にね、ヘドロ押し付けれるっていう、そういうヤバさもあるんですよね。ステロも巻きたいかな。いや、これピクシーの回復阻害されるからやっぱこれがうぜえな。どこまで行っても。とステロで。毒技ないと思っていいね。あ、毒技あっても。いや、あったらあったで強いけど。あったらでも多分こう悩まずにね、毒技で突っ込んでくるんだよね。だから、まあないんじゃないかな。僕は結構レヒレを無限大で見れるとかなり強いと思って入れてたけど、毒技ケアしないんで僕引かないっす。納豆。ステロも負ける。こっからまあ嫌なのは、ジャイロボールなんだけど、まあ一回ケアで突きピカする話もあるけどな。ちなみにここ僕のトリック通るとさ、君めちゃくちゃ困るくない？まあダイナ読みでムンフォーツか。多分ダイナ投げ直してくる。ナットレにトリック通したいから。え、マジで？ナットレにじゃあ僕トリックするよ？次。いいんすか？シーサガンのは別にどうでもよくて。ジャイロ。痛い。あ、言うてジャイロ8回しか打てないからさ。殺せんのよな。あ、こいつがあれか。残飯か。え、バンギ。バンギ眠かごだな。さては。さては、そういえばでも残飯持ってなかったよな、あいつな。なんかおかしいと思ったら。さては、あのバンギラス。眠るな。ジャイロ2回目。本当はこいつにトリックできると一番いいんだけどね。それはできなかったため。これ、ピクシーのエース落としてもいいな。なんなら、ナットレあまりにもうざかったら。月ピカまあ僕も8回打っちゃうんだけど、ナットレ打点なくなったらどうすんだろう。1回でもあとジャイロ打つのやめると、僕はトリックができるんで。いや、さっきムンフォ、あ、ここでトリックするか。次耐えるから。こう引くかな。オッケー、通る。残飯もらうし、ヘドロ上げれるから、ナットレクソ困るぞ。で、ナットレこれで一生回復できないんだよね。残飯ないから。で、宿りぎ、全ピクシーに通んないし。オッケー、耐える。まあ、この辺のね、ヘドロの押し付け合いトリックマスターは、僕達人なので、得意です。こう、アイテムを見事に、ブツブツ交換して、相手だけ、アイテムの並びがおかしくなっちゃうっていう、最高だよね。で、どのタイミングだと僕はバドレックスを着地させるかだけど。
まあ、基本的にはそのやってくるとしては、バドレックスの圧力を絡めて、もう一枚補助的な駒がいて、そいつでステロマクナリ、まあ、バンギ、そのバドレックスを受ける駒に対して一回引いて、いろいろごちゃごちゃやってくるっていう。で、そいつがバンギに対してかなり何回も後投げできるような構成になってるっていうのがまあ特徴かな。そういう感じで崩してくる人がめちゃくちゃ多いですね。僕はまあ、いろいろウーラオスとか含めて考えてピクシーになってるけど、まあまあ基本的にはカバルドン。まあ崩したいんだったらまあカバルドンとか使えばいいと思う。受けに寄った感じじゃない、これ急所。構築使えるんだったらカバルドン使った方がいい。僕は受けに寄せないとちょっとあんまやりにくいから、こういう感じにしてるけど。まあ2連急所以外大丈夫か。で、ナットめちゃくちゃ削れてきた。これは完全に。あとね、嫌なのがね、結局ね、その、ステロ絡めて、バンギってステロに弱くて、ステロに出てくると、8分の1削れて、残飯で16分の1しか回復しない関係で、交代すればするほどね、損していくんだよね。それがきつい。とにかく。で、宿り木の定数と絡めて、っていうところで、まあ、無限大長が無理やり突っ張る選択肢があるから、そこで多少勝負になるんだけど、まあ、結構苦しいことに変わりはなくて、っていう感じっすね。あのね、この黒バド使って思ったけどね、結構やっぱピーキーな性能で影打ちとか、不意打ちにめちゃくちゃ弱いのと、スカーフ持ちで弱点ついてくるやつにもめちゃくちゃ弱かったり、あとそのさっき技構成見えてたと思うんだけど、僕のフェローチェ地獄好き入れてるんですけど、ああいう、あんま予期してないとこに時々やっぱ殺されるから、まああとやっぱアクーラオスに対して戦術がめちゃくちゃ不自由かな。で、ウーラオスに対してはただでさえ戦術が、無限ナイナはウーラオスどっちでも戦術めちゃくちゃ楽だから最強なんだけど、そうね、難しくなっちゃうんだよね。ウーラオスの型によって。フェローチェで処理しようとかっていうのも、水のスカーフとか考えると割と成立しなかったりで、まあ、ウーラオス検定がやっぱり難しいっていう。はいはいはい。これはまあ、バドが実際強かったっす。ピクシーじゃないっす。